さあこんにちは。さあ豊さん、なんか暗いな、暗い話か。はい、まあ、暗いというかファンが心配している話です。はい、佐藤輝明選手が今シーズン、まあ、打率現在1割3分8厘、はい、でヒット4本、打点1、はい、まあ、ホームランもまだ出ていないという状況でして、はい、さらに8日のヤクルト戦で17打席ぶりにヒットのランプがついたんですけれども、はい、さらにそこから10打席ノーヒットということで、はいはい、まあ、本人も切り替えてやるしかないですというふうにコメントはしているんですが、ちょっとどうしちゃったんだろうという、まあ、佐藤輝明選手大丈夫かなという今日は動画です。難しいなあ、あのいろいろやっぱりね、入ってから打撃フォームだとか、はい、まあ、いろいろ変えていってるんだよね、はい、考え方なんだよバッティングって、うん、凡打の内容が悪いんだよ、はい、打って3割、凡打7割って言うけどもさ、はい、だけどその凡打をどう有効的に、有効的な凡打にしていくか、はい、期待を持たせるような凡打にしていくかっていうところから考えると、はい、凡打の内容を見ると落胆しかないんだよね、うん、まあ例えば、はい、ランナーセカンドノーアウトで進んだ、はい、佐藤輝明にバントを打たすよりも引っ張らした方が成功率は高いと、はい、バントなんかできないと、うん、いうようなことでいけば、まあ監督がバント要因で代打を送ればいいんだけどもさ、はい、でもまあ佐藤輝明、まあ、引っ張れるやろうと思いながら、うん、ここで三振をするとか、はい、でサヨナラ球を逸するとか、うん、まあ、そういった一つ一つがの積み重ねがやっぱファンとかも落胆を呼んでるよね。そうですね、うん、その落胆がやっぱり岡田監督もやっぱり非常に心配していて、差し込まれていると、そして差し込まれてポップフライが多いっていうのもすごくやっぱりこうどうなんだろうっていうところに挙げてコメントもしているんですけれども、うん、その差し込まれる状態っていうのはどういう今状態？いや、ポイントが近いんだよね。で今のピッチャーっていろんな変化があるから、はい、だから前で捉えていかなきゃいけないんだよ、ポイントを前でね。で差し込まれたらやっぱカット系とかいろいろあるから、小さな変化がね、はい、芯で捉えることが、まあ、まず無理だと。だからポイントは少し前に置いておいて、前さばきで打てるようなバッターじゃないと成功しないって言われてるんだよ。だけど、まあ、佐藤輝明が今までアマチュア時代から、はい、これね、性質っていうのが出来上がるんだよ、アマチュアの時に、はい、佐藤輝明って厳しいところっていうか、うん、まあ、言えば名門と無名っていうふうに、うん、無名校、はい、比べるとやっぱね、育ち方が違うんだよ、はい。まあ、例えば大阪桐蔭とか、うん、まあ、PL があった時代、はい、これはやっぱね、いい見本がたくさんいるんだよ周りに、うん、はい、清原がいたりとか、はい、だから清原になるためにはどうすれば俺たちはなれるんだみたいな、うん、そういう伝統がこう出来上がってきて、立浪がいる、で立浪のバッティングを見てあいつは天才だなと思うけど、はい、でも片岡が立浪はどうやって打ってんだろうとか、うん、そういう見本がいるんだよ、うん、で佐藤輝明がこう歩んできたところって、はい、あんまりいないんだよね、うん、はい、で自分が親子の大将で来てるから、やっぱこうやり方っていうのが分からないんだよ、という見て学ぶとか、はい、そういうことが多分分からないんだと思うよ。でどういうふうに山を張るとか、はい、どういうふうな気持ちで打席に立つとか、うん、で佐藤輝明の一回そのインタビュー動画を見たことがあるんだけども、でいや僕は何も考えてませんと、うん、そう、ありました、ね、あったよね、はい、で来る球をただ捌くだけです、うん、それはアマチュア時代はできたかもわからないけども、うん、やっぱプロに入ってできないよ、うん、本当にいいピッチャーって超過半過、はい、もうギャンブル的な発想を持たないと打てない時がある、うん、まあ、例えば、まあ、俺と佐藤輝明だったらもう全然タイプが違うから、うん、あれだけど俺も何も考えないで打てたんだよアマチュアの時、はい、とにかくまっすぐのタイミングで行っといて変化球来たら溜まって打つとか、うん、打てたんだよ。でも苦手なピッチャーってそれじゃ打てなくなったんだよ、はい、江川さんの時に初めて試したんだよ、うん、江川さんのまっすぐ前に飛ばないんだよ、だからもう頼むから変化球投げてくれって思ってカーブを待っててずっとカーブ来たんだよ、はい、それホームランしたんだよ、はい、あ、やっぱこういう打ち方があるんだと思ってね。あ、で初めて知ったわけ、山を張るっていうことが、山なんか張らなくても打てたから、うん、で佐藤輝明もそうだったと思うんだけども、それとやっぱコースの張り方、うん、インサイドに来たら全部打つとか、インサイドは捨てて外に来たら全部打つとか、
このピッチャーも何でも初球から行ってやれみたいな、どんなボールでも振ってやるみたいな、うん、やっぱねこうピッチャーによっての考え方っていうのをこういろんなアイテムを持っとかないと打てないよ。例えばまあ直近で言うとその戸郷投手、はい、そういうピッチャーに当たるとやっぱり翻弄されちゃったりとか、だから必ずフォークを使ってくるから、うんうんうん、ね、フォークをずっと待っとくとか、うん、あの落合さんが、はい、エナスさんとかとなんかマージャンやった時かな、はい、の話があって、うん、その時に落合さんがすごい手を広げて街、うん、を広くしたんだって、はい、でも後で振り返ると、うん、お前なんでこれカンちゃんで待たなかったの、うんうん、カンちゃんって知ってる一つ待ちなんだよ。あともう一つで、間にこう入ってくる範囲があって、はいはいはい、なんでそこでかけなかったのって、うん、いやこっちの方が手がいいから、うん、いやお前は一球を待てないやつだなっていうことをなんか何かで話を聞いたことがあるんだよ、だからそれはまあ性格だよね相手の、うん、でそれを聞いた落合さんが相手の勝負球をじーっとツーストライクまで待って、例えばトコみたいなフォークを待って打ったら、うん、その後はもうフォーク投げられなくなるだろう、うん、そうですね、エースは、はい、そうやって相手をこうなん追い込んでいくという話を聞いたことあるんだけどさ、それを話を聞いた時に俺も実践したことがあるんだよ、はい、こいつは、まあ、例えばフォークが決め球だって、とにかくフォークを1打席目に打とうと思って、あ来たと思って打てたんだよ、はい、そしたらやっぱその後フォークって使いにくいんだよね、うん、そしたらまっすぐを待ってもまっすぐ来るし、ね、だからそういうふうに相手をどうやって苦しめていくかっていうことをやっぱ学んだ方が俺は佐藤輝明は早いと思う。素質的にはやっぱりね魅力はものすごくある選手だよ、はい、まあ、あれだけのパワーと飛距離を誇ってる、ね、それが出ないのがもうもどかしくてしょうがない、はい、でもそういう頭発想がないとその素質だけでは使えないということをわからないとさ、そうですね、うん、みんな打ち出した人っていうのは、うん、頭をちゃんと使ってるから、うん、おかわり君に話を聞いた時、はい、今年のオープン戦で握ってる下の手、はい、俺だったら左手右手、これが手のひらで持つのか、はい、指で持つのか、それによって肘の角度が変わってくるって、そこまであれだけホームランを打ったバッターが考えてやってんだよ。今の煽りってどうだって言ったら、うん、いや僕は昔から多少の煽りだけど、煽りたい時は握り方をちょっと変えたりだとかしてるって言うんだよ。やっぱそこまでやっぱね追求してバッティングを考えてるんだよ。だから佐藤輝明が考えててできないんだったらもう終わりだけども、はい、やっぱ考えてやってるかどうかだよね。そうですね、うん、だからそこら辺が俺ができるかできないかっていうのが、うん、やっぱちょっと話をしたいところだよね。手のひらで持つのと指で持つのと、うん、でこの出方が変わってくるって、うんうんうん、手のひらで持つとちょっと多少脇が開くと、うん、指で持つと脇開かないんですよって、うん、おかわり君が言うんだよ。だからそこまでこんな微妙なところまで考えてやって、もう今年500本行くか行かないかホームランのところまで来てるわけじゃない、うん、やっぱりみんなやっぱ考えてるよ。そうなんですね、うん、佐藤輝明がどういう考え方、まあ、また三振しちゃった、また凡打しちゃった、そのために次はどうしようかっていうさ、なんでだろうなんでだろうじゃさ全く成長しないよね。そうですよね、うん、いろんな人がいろんなことを言ってくれてると思うんだよ、はい、これは間違いじゃないことをね、うん、ただその佐藤輝明が聞き入れてるかどうかだよね、うん、だから感性が合う人に話を聞くといいよね、うんうん、だからみんな間違ったことは言ってないと思うんだよ。良くなれと思って言ってることが全く身になってこないっていうことは、うん、やっぱ聞く耳を持たないのか、うん、そういうところまでちょっと疑っちゃうよ、ね、まあ、そうですよね、うん、どうなってるのか。あとそのアウトのなり方がそのポップフライでなってしまってるっていうのも岡田監督が引っかかってて、それってどういうことなんですか。いやこれはね技術的な問題だよ、うん、例えばこうやればゴロになるとか、うん、こうやったら引っ張る、こうやったら流せるっていうことをまだ彼は知らないんじゃないかなと思って。あポップフライポップフライってなるっていうのは本人はどうしたいと思ってそうなっちゃってる状況にスパイラルに陥っちゃう。だからまあ基本的にボールを上げるバッターだから、うん、それはポップラインになるのはもう仕方ないと思うよ、はい、ただ
コースここは絶対流しに行こうとか、うん、ここは絶対引っ張らなきゃいけないというこの切り替えの技術っていうのが、はい、多分まだ習得されてないよね。それ今、まあ、今年3年目なんですけれども、うん、3年目の佐藤輝明選手ぐらいのクラスだとそこはもう習得しないと。だクラスっていうか、うん、あんまり成績は残してないよね。ただホームランは打ったけど、うん、はい、率的にはやっぱり低いし、うん、まだまだね、うん、だからまあそういうことはやっぱしっかりした技術を教えてあげないとさ、そっからだからホームランを打つ技術っていうのは。そうなんですね。ただただそのやっぱ振り回してたら当たりは飛んでいくよ、うん、でもそれはたまたまであって、はい、自分のものじゃないよね、うん、そういうやっぱ技術的なことをやっぱ思考、うん、そういうことをやっぱ考えていかないと止まったまんまだよね多分。あ今日は良かった、うん、明日はどうなんだろう、一昨日はダメだったんだけど今日はなんで良かったんだろう、いい原因がわからないんで、うん、悪い原因もわからなければ、うん、だからたまたまやってるという状態ではやっぱ成績も残らないし長続きはしないよね。そうですよね。どうしてもあの1年目のホームランがトトトトッと出てて、まあ賞も最後取ったじゃないですか、いろんなそのイメージがあるので。いやただ、うん、あの1年目っていうのは60打席ぐらいノーヒットが続いてて、普通だったらファームだよ。そうですね、うん、だけどドラフト1で取ったし、はい、まあ、将来的にっていうことを矢野監督が考えて使ったけど、うん、本来ならもうファームに生かすよね。我慢したんだ1年目だから、はい、だからあれだけの数字を残せた。だからたまたまが何本か続いたっていうことだよ。なんですね。うん、だから、まあ、組織的にはねやっぱ素晴らしいものを持ってるし、まあ、開花してほしいとは思うけど、うん、やっぱ今の思考ではちょっと無理だな、うん、俺は無理だと、うん、だから組織に惚れて今使ってるけども、はい、いつ見切りをつけるんだっていうところまで来てるよね、うん、一軍の選手であることは確かかもわからないけども、やっぱスタメンを張る安定感っていうのはないよね。まだどういうふうに思考してどういうふうに習得していくか、うん、もうこれは本当に課題だよ。そうですよね、うん、それを習得したらやっぱりすごい非凡な才能を持ってる選手なので。いやこれはすごい、うん、かね、これはやっぱり、まあ、甲子園という球場を考えたら40発はいけるよね、はい、まあ、ただ他の球場横浜スタジアムだったら50本いけるよね。おすごいすね、ぐらいのやっぱ素質があるんだよ。だからみんな惚れて、うん、使うんだけどもね。だけど岡田監督はやっぱ見る目も考え方も厳しい人なんで、はい、もたもたしてると外されるっていう可能性あるよね。 ありますか今シーズン。いやあるある、やっぱ勝つためにやってるんだから。そうです、ね、だからサトテルを成長させるためにやってるんじゃないんだよ、うん、勝てるピースとして今は使ってるけど、これはもうマイナス要素だって感じた瞬間に外すと思う。そこはだから本当に佐藤輝明選手が自分で考え、バッターボックスに立ち打っていかないと、うん、そういう危機もで、やっぱり技術的なことも習得していかないと、ね、うん、はい、いけないと思うね。そうですね、はい、でもね、早くその佐藤輝明選手がなんかそのトンネルから抜けて一皮むけるその姿を見たいですね。まあ、そうだな、村上とね、うん、ホームランを争うとかさ、あ、まあ、そういう姿は見てみたいよね。そうですね、はい、頑張ってください。